はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで、今回は緊急告知ということで、えー、明日はですね、1月5日21時より、えー、裏木チャンネルさんとのコラボ生放送に、えー、参加するということで、こちらのお知らせの放送ですけどね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあね、 1>, 1月3日、ね、1月3日のですけども、えー、お昼にね、うらぎチャンネルさんの要、えー、さんからね、Twitter の DM が、えー、来ましてね、えー、どうか生放送に参加してくれませんかっていう、ねあのー、新年会やりましょうみたいな感じでね、来シーズンに向けた話とかやっていきましょうみたいな、えー、このメッセージが1月3日に届くというね、生放送1月5日でございますけどね、なかなか緊急でね、お声をかけていただいて、本当光栄でございます。本当ありがたいっちう話で。 ででございいまますすけれどもね、まあねあ本当りがたいですよこうやって、ね、声かけてもらえるというのは、えー、嬉しいですしね去年は、ね、なんだかんだで僕が夜勤で、えーね、生放送参加することができなかった、ね、回とかあったんでもでその時に1回断ったね。でああもう俺呼ばれることねえなってなんか、ね、悲観していたんですけれどこうやって、ね、また呼んでもらって本当ありがたいというところになってきますが、えー、今回は三宅さんとあとは愚しさんですねとの、えー、コラボも一緒にやっていくというところでございます。 まあ、三宅さんは本当、初の、えー、絡みということで、本当、緊張しますけどもね、であと、まあ、グーシーさんに関してはも、えーね、もうね、盛り上げてくれるでしょう、もう本当ね、えー、その場を和ましてくれると、えー、僕は信じておりますんで、これはまあゆっくり僕も、ね、話すことができる、本当ね、安心して、えー、話すことができるっていう感じがしてるわけでございますけれどもね、でまあ、一応ね、内容をあんまりこう、ばって話したら、あれなのかもしれないんで、一応、サムネに書いてあるとりまあ補強の話ですね。まあえー サムネイルに、まあ、どうなる2023年シーズン、えー、ここまでの補強評価とか、えー、書いてあったんで、一応そこについては話していいと思うんですけれども、ということで,中古でな補強の話もちょっとやっていくというところでございますけれどもね、まあ、この辺に関しては本当、えー、難しいございます、まあこね。話す内容に関しては、一応こういう感じで、ま、進めていきますよみたいなの内容は、ね、教えてもらっているんですけれども、これ難しいですね、本当、ね。これ内容は、ね、まだどんな話をするかは 言えないんですけれどもねしかしまあね、これは結構難しい、えー、お題が結構あって、僕もまあ原稿を、えー、書いているところでございますね。まあえー、この話を振られたら、えー、こういうふうに答えようとか、今、えー、自分で一生懸命考えている、えー、段階でございますけど、いや、本当ね、簡単なお題がねえなっちいう感じがします。まあ、うん強いて言うなら、えーまあ、簡単なね、これはお題で言うなら、自分のチャンネルのこれ告知コーナーぐらいしかねえなっちいう感じがうーんしてはいるんですけれどもね。でもねこう僕 僕も話す側に今度は立つ側ですけれどもね今度明日に関してはねいや話すのも楽しみになる感じの放送になりそうですよこれはね話し手としても、うん、楽しみな感じがしますんでねこう、まあ、今まではやっぱこう緊張もしていたんですけれどもなんかこうね裏木チャンネルさんちゅう、えー、敷居の高いところからこう声をかけていただいてありがたいなっていう感じで、まあ、恐縮、えー、していたんですけれどもねこう まあ僕自身も生放送を、えーね、去年の夏からやり始めて、ね、そこで慣れてきたというのはあるかもしれませんがいやなんかね今まで以上に楽しみの方が勝ってますね僕は、うんあのー、この、ねまあ、三宅さんとか、まあ、UG さんとか g ーシ c ーさんとか要、えー、さんとかとまあこう話し合いながら話、まあ、話をしながら、ね、今シーズンのウラ裏列、まあ、2023年のウラレッツに関して話すことができるというのは本当貴重な機会ですし、ねまあ、こう討論みたいな感じになることはないと思うんですけれど ともね、まあ、しかし、本当、楽しく、まったりとやれるんじゃないかということでございまして、本当ね、お題がね、面白いんですよね。うん面白いというか、ね、こう、ね、話したくなるというか、考えてね、まあこうまあ、いろんな人の意見が聞きたくなるような感じのお題もありますんで、特に、ね、こサムネイルに書いてあるような、ここまでの補強評価みたいなところはね、ね他の方の意見も聞きたいところでございますんで、本当、楽しみでございますんで、よかったら、明日よろしくお願いいたしますということで、以上、告知でございました。明日 よろしくお願いいたします。ということで、以上、パラプンテジ、ジルサッカーチャンネルのツッツンでした。明日よろしくお願いいたします。さら。